東京国際フォーラムで餅つきといった正月行事を通じて日本の伝統や文化を体験できるイベントが開催され、多くの家族連れや外国人らでにぎわいました。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。今年2回目となる J カルチャーフェストは、伝統と革新をコンセプトとし、日本文化を国内外に広めることを目的に開催しています。イベントではお正月の行事を中心に、駒や羽子板といった昔ながらの遊びのほか、甲冑の着付けなどがあり、日本の伝統や文化を親子で楽しんでいました。重い、疲れるけど楽しかった。画面の中で着物や甲冑を着ることができる最先端の技術を組み合わせた新しい体験ブースもあり、訪れた人たちは姿の変わった自分を見て驚いていました。I was a child. I'm interested in Japanese thing, but I didn't know they were Japanese. So being here for me today is like a dream come true. このイベントは明日も開催されます。